こん今日はアマゾンから届いたことを偽装した詐欺メールと、ねえー、いうので、まあ、Facebook 見たらね、これ本当にアマゾンからのメールでしょうかアップルだったかなまあのメールでしょうかみたいな書き込みをしててした書いてね、いやいやそんなはずないでしょうと思ったんですけど、やっぱ定期的に まあ定期的っていうか常に来てるんですけど、えー、Gmail 使ってる人はね、大体迷惑メールに入ってるんで、あんまり目にすることはない。ま、だけど、たまたまなんかの間違いでってか、他のねメール、Yahoo メールか、まあ普通のメールのアプリか、なんかわかんないですけど、目についちゃってクリックするということがあるとね、ちょっとめんどくさいんで、えー、この知ってる会社から来たメールのリンクはスルーする。ねえー リンクをクリックしないというのをね、もう徹底してください。あの届いたメールをクリックするんじゃなくて、えー、サイトにログインして連絡事項を確認すると。Amazon からだったらその Amazon からでね、えー、不正使用の疑いありとかそういうのを、あ、やばいって言ってクリックしちゃうんじゃなくて、えーえー、本当にそんなのあんのかなというのでね、a z o n のサイトで確認する。 まあ何しろ、連絡あるかどうかでね、購入者とか、Amazon から連絡あるかどうかで、毎日、ーセーラーセントラルログインしてると思いますんで、メールで届いたものに反応する必要が全くないです。で、a z o n からのメールは当然ね、この a z o n .com.au あるいは a m a z o n .com から届きます。で、偽装メールは、例えば、これ、アカウントの異常な状況 解決手順についいてというメールが、えー、迷惑メールフォルダー見たら入ってましたけど、Amazon、ね、ケア0942も全然 Amazon でも何でもないと、ここを見て Amazon ってね、慌てなきゃ絶対にその相手にしないメールです。ただ、書いてある文面がね、えー、なんかあのそのビビらしてクリックさせるようなことを書いてきたりするんで、まあ、何しろ知ってる会社から来たメールはクリックしないと。 ね、これ、言い間違いじゃなくてね、知ってる会社が普通、リンク、これクリックしてね、リンクでログイン情報入れろとかで、個人情報入れろっていうのは、まず送ってこない、でも知らない会社から来て、そんなのリンクね、クリックする人いないんで、知ってる会社を装って、この詐欺メールってのが来るんでね。 あの例えばお買い物のお知らせみたいなね、買ってもいないね、何十万もするものとか買ってたら、あの買い物利益はこちらでチェックなんて書いてあったら、思わずクリックしちゃったりすることがあるんで、まあ、なしろ、メールのリンクはクリックしないというのをね、徹底してください。他にもね、このアカウント情報更新確認してくださいとか、アカウントのセキュリティ審査を実施してくださいとか、まあ、いろいろなこと書いてきますね。 あと、楽天を装ったメールもあります、ね。楽天株式会社は緊急のご連絡。これも同じパターンですよね。楽天って書いてあるけど、裏のアドレスは全然できとうと。で、他にも宅配会社。ヤマトとか佐川でお届けの荷物がありますみたいなやつとかね。あと、銀行、不正使用の疑いありとか。まあ、何しろ、緊急とかね、事故とか重要とか不正使用と、ね、あと、お買い物のお知らせとか、書いてあるメールのリンクはクリックしないでください。 実際に使っているサービスだったらね、えー、そのメールのリンクじゃなくて普通にログインしてチェックすればチェック確認できますし、えー、あるいはなんだ、えー、少なくとも銀行なんかではね、えー、まあリンクをクリックしないとなんかひどいことが起こるということはほぼほぼないんで、ね、てか、考えつかないですね。メールで来たリンクをクリックしないとまずい事態になるってことはめったにないんで、えー、メールのリンクはクリックしないとね。ね あのリンクをクリックすると結構厄介なことになる可能性があります。で、本当にスルーして大丈夫か。まあ、不安な場合は相談してください。あの、もう、大抵大丈夫ですね。まあ、大抵大丈夫ですか。ダメな例があったら逆に教えてほしいみたいなね。ダメな例を知った場合にはまたシェアしますけど、まあ、うん、メールのリンクをクリックしなきゃできないことっていうのはそうそうないんで、 何しろ詐欺メール引っかからないようにね知らないうちに情報を捉えたりパソコンの中にウイルス入れられちゃったりねで例えば楽天って言ってインチキュってねメールアドレスとパスワードを捉えちゃうと共通のメールアドレスとパスワードを使っているのをねあのシステムで総アタックして銀行口座から Amazon のログインから Yahoo! から何からねえ全部乗っ取られちゃったりしますのでまあ何しろ蚊にしろ。 ね、リンクをクリックするのは危険だということでね、ね迷惑メールにはご注意ください。そんな形で、ね、まあ、中にはよくできたメールもあるんで、これクリックした人いるかなっていうのもねあるんで、もうもうそうじゃなくてね、ね、えー、メールスルーすると、ねえー、なんか大変そうなこと書いてあっても、ログインしてね、えー、リンクをクリックしてログイン情報とか個人情報を入れないというのをね、えー、徹底してください。まあ 心配なメールとか出来のいいメールでこんなの来てましたっていうのがあったらねまたご報告してください。以上、アマゾサポータータ堀秀夫でした。